どうもこんばんは、あさぴっぴです。さて、今回は、また星のカービィディスカバリー続きやっていきましょう。前回ね、Z、なんちゃらかんちゃら、なんだっけ、Z、Z の空間に行って、まあ、1個目のステージクリアしてね、その後トレチャーステージ何個かやりました。で、気づいたらね、ちょっとレアストーンとかが溜まってたので、強化したいと思います、1個。でね、あとね、ハンマー、街にデデデが来てたんだけど、デデデに話しかけたらね、ハンマーの強化レシピもらったので、ちょっとこれから行こうかなって、4段階目の強化。思ったけど、これは5個必要みたい。4段階目は5個必要なんだね。ちょっとこれは後にしようか。後回しにしよう。先に、そしたら、アイスが3段階目。ブリザードアイスだね。これに進化させちゃおうか。おお、強そう。いや、見た目はフロスティのやつの時の方が可愛いけど、こっちの方がなんかかっこいい感じ。すごっ。めっちゃ氷できるじゃん。すぐ氷つくね。氷つきやすいのか、今までよりも。いやー、でもやっぱりさ、アイスガード強いよね、これ。ノブ回避が使いにくいっていうのがちょっと難点だけど。基本的にはこれぐらいかな、攻撃の種類は。これも飛ばせんの？あ、飛ばせないか。はい、よし。じゃあ今回は、あ、そう、ここにね、デデデがいんのよ。ボヨンボヨンする。エレベーターに逃げ込むとき転んでしまった私の守ってくださった大王様のお姿なんとかだらしないのですが、デデデはいいやつだよはい、じゃあ今日はまた Z の空間で、2個目のステージかなに行こうと思います。ここ難しいからね、普通にね。 Z ドリーミーフォルガーだ。前回こちらをクリアしました。フォルガツンチェル、レオンのソウルっていうのをね、たくさん見つけなきゃいけないんだけど、あ、今回はとりあえずね、また進めていくのメインでやっていくので、オルガトゥンブルグ、エバーブルグ海岸のオルガバージョンですね、多分。で、黙々は倒すと、これもらえるんだよね。すごい、あそこ行きにくいけど、あれないのかな、消化できるやつ。こういうところも怪しくね。だってさ、これって沼か、毒じゃない？沼だ、ただの。色がね、なんか毒っぽく見える。はいはい、スイスイ行きますよ。
通船だ。よし、こいつで凍らせていこう。きっとすぐ凍るよ。と、二段攻撃か。裏から攻撃すると。やっぱり前のやつよりも凍りやすくなったね。多分。いや。強い。この辺りのソウルは見つけたってさ。そう、このね、ソードも全然最近まで知らなかったんだけど、スライディングでこのドリルラッシュ的な、ドリルソード的な技、プラス、ジャンプで切り上げスラッシュみたいなんだよ。で、僕の好きなメテオエンド的な攻撃も、そのコンボでできるようになってた。今作、やっぱりね、攻撃のコマンドが従来と違いすぎて、知らない技がまだ全然他のコピー能力もありそう。よし。設計図とかもね、まだ全然手に入れてないのあるからね。いろいろ見つけたいところだけど。ここは電車を使っていくステージだね。押したか。うん、順調順調。あー渦が危ないよ。こっちにもあるね。よし、いいよ、見逃してない。うん、あそこにもある。ないし、グランクの攻撃がね、ちょっと結構当たりやすくて難しい。あそこにある。あんな遠くに当たったね。なんだかんだこれで網羅したんじゃない。ほら、ちゃんと言ってくれるのは親切だね。これ言わなかったらエリアじっくり探すのもありかもしれん。よし、ドラゴニックファイヤーで行こう。危ない危ない。こんなとこにも隠れてるよ。爆弾ブロック。爆弾ブロックはなんかやたら小さいのがあるんだよね、今作ね。それがややこしいけど、分かりにくいけど。あっ、ここはキラキラゾーン。こっちか。おお、どう？まだありそうだよ。どこにあるか。でもあそこの手前にありそうだよね。あれなら
さっきのゾーンの。で、見落とし探してみたい。その上ではないでしょ。どこだ？キラキラしてる。これか。キラキラに気づかなかったね。よし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 。いいぞ。いちいちスローモーションになる。できればね、一発で全部見つけて終わらせたい感はある、正味。ああ、アイスで行ってもよかったな。ここがボタン。元気ドリンクか。で、なんかあそこにあるよね。下に。あとこれは燃えてるやつね。燃えてるやつだね。黙々のやつ。危ない危ない危ない。ビーロストするとか。どうなの？ここはこのボタンのやつとこれと。この上かな。一応ねステージ自体はほら表の時とそんなに基本は一緒だから構造はまだ分かりやすい。よし、ここのゾーンは集め終わったみたいだからこれでいっちゃおうか。ハンマーで。うお、風が強い。こんなスピードでいったら見落としてしまいそう。爆弾ブロック。うんうんの、ぶったたいて避けて。痛い。ああ、戻れないのか。ファイヤーだったらワンチャン戻れた説ある。これ上行けなくない？ホバリングこれじゃ足りない。どうすんだろう。もっと前から戻っていかないとダメだったのかもしれない。これだと戻れんの？痛い。普通に足の操作的にしんどいんだが。こういうことか。でもさ、思った。あ、もう戻れない。
なんていうことだ。ちょっと多分逃したな、これは。あい、死んじゃう。痛い。普通にむずいんだが、タイミングが。死ぬ死ぬ死ぬ。危ない。危ない。絶対なんか見落とした。ジャンプか。危ない。ああ。なかなか難易度が高いよ。リトライできる。出たこの親切設計。風に流される前からリトライしますか？リトライしちゃうか？ちょっと多分集めたやつもリセットされちゃうから。体力もリセットしてくれ。死にそう。一回死んだ方がいい説はあるぞ。一個回収の。回収の。回収で。で、ここはここで頬張りをする。だい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 、ここで吐き出す。でも死ぬ気しかしないんだけど。よしよしよし、いいよ。危ない。よし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 、ここはさっさと抜ける。で、ジャンプだ。ふぅ、ここは大丈夫。端っことかにはないかな。あれ取って全部ってエフリンが言えば大丈夫か。言わない。まだなんかどっかにあるよ、これ。ちょっとここだけ見て回ろう。風のところで見落としてたらちょっとわかんないな、もう。あ、ここにいた。よし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 、いいじゃん。キシム、トロピカルウッズだ、これ。ダメージでいこう。こいつでそのままいくわ。原告獣トロピカルウッズ幻。何が来る？ゴールドだ。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。危ないよ。攻撃のやっぱり感覚がさ、シビアだよね、この幻シリーズは。これさらに生じてるんだ、攻撃が。結構距離を取んないと危ない。
飛ばされる。なんだ迷路か。黙々だ。この黙々はどうするの。これ避けられるの。避けられたね。危ない危ない。痛い。そうだ、めっちゃ飛ばされるんだった。これ邪魔。危ないよ。よし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 。いや、ゴルルムンバ幻よりはやっぱり打つ弱えわ。これででもフォルガーブルグだっけ、まあソウル集めきったんじゃない？ほら、いいね。ちょっと一旦町へ帰ります。でトレジャーステージを何個かやろう。じゃあ絶踏の空間もグリーンミホルガもいい感じで進んでますよ。もうね、ここで買い物とかね結構すると、フィギュアがもらえるってのがあるんだよね。だからちょっと時々はしとこうか。マキシムトマト買おう。食べちゃう食べちゃう。そういう感じなんだ。はーい。面白い。はい、回復です。そしたら、前から順番にやっていこうか。トレジャーステージ。ネイチル草原があと2個なんだよね。自販機頬張りトレジャー。いきまーす。めっちゃ缶打てるこれ。どういうことか。当たんない。もういいよ。ということでね、こういうことどうなら、ちょっと下手くそすぎて落ちたー。ね、硬直時間が長い。いいよ、順調順調。まだ800もあるからね。ここは壊しきるとボタンがあって、こっちにもボタンがあって、間に合うのこれ。
もボタンがあると。よしよしよし、俺もスピード難しいな。よし、でもとりあえずね、レアストーンゲットです。レアストーン回収してまたなんか強化したいね。もう HL 草原にもう一個行こうか。あった、三角頬張りトレジャー、パイプだらけロードだって。むずそう。星3だったからな。行くぞ。で、持って登っていきの、登っていきの、ああ、カメラがね見にくいのよ。こうか。時間がないのか。痛いし。前後感覚がね、難しい。しんどい。しんどい。そんな。むずいよ、やっぱり。時間がシビアだ。もう一回もう一回もう一回。キーの、キーの余計な攻撃はせずに届かないか。いいよ。え、こっち。いえ、おお、目標タイムも達成。これでネイチル草原はトレジャーステージ終わりだね。そしたらエバーブルグ草海岸かトレジャーステージ、ノーマルトレジャー、素敵に無敵、すっぴんね。しつつ、痛い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 、走った方が早い説。あ、無敵キャンディーか。めっちゃ爆発する。よし、まあ簡単だったな。よし、じゃあレアストーン3個溜まったからちょっと強化しに戻ろうか。これだね、3段階目スペースレンジャー。
すごっ。見た目が面白い。うおー、かわいい。なにこれ。えぐいでしょ。2段階だったら通過。1段階。ここまで食べるともう見た目が明らかにおかしいもんね。これは強いわ。強化するとマジでボス戦のなんだろう、大変さが全然変わってくるよね。よし、じゃあ今回はね、これぐらいにしておきましょう。ドリーミーフォルガの、フォルガーブルグだっけってところと、トレジャーステージで何個かやって、このね、今回はスペースレンジャーとブリザードアイスをね、解放しました。ではまた次回ね、ドリーミーフォルガの続き進めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。